はい、こんばんは。音声映像問題ないですか？のんちゃん行ってくんね。よし、電気つけるよ。よし、じゃあ行きましょう。ロードワーク。よいしょ。もう太ももパンパンだよ。走れるかな。なんか目標はいいんだけど、走れるかどうかが心配。そもそも走れんのかっていう。携帯が画質悪いんだよな。携帯の画質どれくらいで設定してんだろう。配信、配信モード、高画質か。これが限界かな。画質はどう？画質と音声は。足痛え。スタート地点に行って、見えてたら教えてください。もうね、帰りは気持ちいいんだけどね。いや、運動嫌いだからさ、俺が運動苦手だからね、どうしてもね、走る前テンション上がんないんだよね。できるかなって、苦しいね、やだなって。見えてる？ OK、 みんな応援コメント書いてね。メアリーラブ、さっきありがとうね、パフェたくさん、すげえ嬉しいよ。しゃあ、じゃあ今日はノンストップでね、30分以内に5キロ走るっていうのを目標でいきましょう。2分後に走り始めます。ボクサーは走るからね。言い過ぎでしょ。こんばんは。そんなかっこよくないよ。ハートありがとう。いつもアイテムありがとう。ストレッチしてね。5分からスタートね。みんなもう今日多分30分走り切るのあれだから、みんなのコメントで絶対足止めないようにして。相当気合い入れないと無理だから、やりきれよって、根性見せろって。ニートのおっさんが走るのはきついんだよ。残り1分半ね。あー、屈伸が痛いね。太ももがパンパン。いや、ニートのおっさんでしょ。33歳のニートのおっさんだから。お疲れ様。いや、今から疲れるんだよ。猫の動画見てんの？猫かわいいよね。あと45秒。やだな、絶対止まらない。信号待ちの時は止まるよ。頑張ろうね。残り30秒。カウントダウンして5秒前から。みんなカウントダウンしてよ。5、4、3、2、1、スタート。5分。はい、どうもありがとう。
信号待ちシャドウって携帯持ってるんだけど俺。ありがとう。時間計測ありがとう。ありがとう。
あ、ありがとう。ちなみに5分からスタートだからタイム計測間違えないで。5分からスタートね。信号待ちです。30分以内なんで、筋肉痛で足が痛いです。頑張ります。行きます。はいよ。上り坂きつい。高低差が激しい。バッテリー充電切れるかも。嘘だろ。 60% あったけど切れるかも。もう 20% しかない。まこの間3000人のおまんこ舐めたって。どういう会話だよ。あ、ダメだ、残り 10% だ、切れるわ。ごめん、充電切れる。ごめん。充電切れても、後で結果報告するんで。よろしくお願いします。今東中野駅、信号です。パフェありがとう。頑張ります。信号です。
坂勾配差が激しいコースを取ってます。今東中の、あ、まだだ、危ねアイテムありがとう。結果っていうか、ドルさんは25分で走れって言われた。今何分？3駅目落合駅です。信号待ちがやだね。今ハーフポイントにもうすぐで着く。今ハーフぐらい。信号、あー赤だわ。うぜえ。赤っすね。充電残り 1% なんで切れます。ごめんなさい。帰ってシャワー浴びたらまた枠開きます。頑張ります。皆さんお疲れ様です。よし、あれ青になんない、あった。
登録ありがとう。折り返しです。豆ありがとう。折り返しです。頑張ります。折り返します。足がパンパン。足がパンパンです。残り何分？信号待ちが嫌だな。5分から走り始め。
いけるな。いける。いけるぞ。中の東中のあと一駅、あと行ける、あと5分ある。いや行ける。頑張れ。行ける。行ける。あと5分。いける。みんな。ありがとう。中野。あと一駅。あと4分。電源持てよ。肩が痛い。あと何分。2分。あと2分。見えた、ゴール見えた。見えた。ゴール。いける。あ、すげえ、まだ先だ。ここじゃねえか。あともう一個交差点先。あと何分。あと一個先の交差点。信号赤。くっそ。もう一個先の交差点がゴールです。
と何秒、あと1分、あそこがゴールです。先の先がゴール、あと1分、間に合わないか、くっそ赤信号、きつい、いや信号も込みでしょ、あと20秒、ダッシュ決めます、ダッシュ決めます、間に合えよ、あ30秒か、早く青になれ、早く早く早く、あ3、上り坂、すいません、お疲れ様です、今日のロードワーク終了です、お疲れ様でした、ありがとうございます、ご視聴ありがとうございます、くっそ、お疲れっす、もっとピッチ上げないといけないんだ、招き猫ありがとうございます、ありがとうございます、招き猫ありがとう、お疲れっす、もっとピッチ上げないといけないね、でも充電持ってよかった、残り 1% が落があったんで、 1% がずっと後半は 1% で走れたんで、多分もうそろそろ切れます
首が痛いっすね。また明日走りましょう。頑張ります。残り20日間体力、そうだね、上がるはずだと信じましょう。体力上がって4分間ベストを尽くせるように体力作っていきましょう。口の中はパサパサです。きついです。水が欲しいです。公園で水飲みましょう。口の中ベトベトです。汗がもうびちゃびちゃですね。テッカテカですね。 T シャツもびちゃびちゃです。でも子供の頃喘息、小児喘息で運動とかできなかったんで、走れるようになったのは生まれ変わった気分ですね。ずっと入院生活だったんで、気持ちいいですね、運動は。なんか本当はみんながね、小学校の頃に経験してることをね、なんか33歳でまたやり直してる気分ですよ。青春が遅れてきた感じだね。体重はね、落としたくないんですよ。75で戦いたいんですね。相手が体重80キロ以上あんで、タンパク質ね、取りましょう。そうだね、最初は歩いちゃった、40分かかった。2日目が1回インターバル入れたけど33分で走れた。今日は32分でノンストップで走れたっていうところですね。今現在は5キロ32分でノンストップ、信号待ち込みですね。これをね、なんとか信号待ち込みでノンストップで30分以内走れるといいですね。そうすれば、まあ、捨て頃では戦える体になると僕は信じてます。30分以内ノンストップ5キロ、高低差ありますからね。もう時間がないですね。あともう20日切ってるんで、もうやるしかないですね。プロテインは使ってないです。僕はプロテイン飲むとお腹下しちゃうんですよ。肉とか米とかガンガン食ってますね。とにかく何でも、甘いものもジュースもフレッシュジュースを取るようにしてますけどね。何でも食ってます。68キロから今75キロまで上げたんで、体が重いっすね。重りつけて走ってるみたいで、走った後は最高の気分なの。これ何なんだろうな。走った後は気持ちいい、すごく。風も空気も水も最高の気分なんだけど、筋肉痛も取れて体がホカホカしてますね。汗もかいて。無理はしなくていいんだったら普段通り家でゴロゴロしてタバコ吸って寝ます。そうですね、上級国民になりやがったんで、和道伯爵ですから。だからこれ便所さんから教わったんですよ。ビタミン取ると次の日に疲れが抜けやすいっていうのは。セゴの時だけね、ジュース飲むようにしてます。甘いものを取るんだったらフレッシュジュース、もう焼肉食いに行ってもオレンジジュース、グアバジュース、グレープフルーツジュースを積極的に飲むように。寝る前にね。ああ、水場に着きました。それでは新宿の夜景をお楽しみください。ここは公園です。
綺麗な夜景が見えます。まあいいところですよ。水飲みます。ちょっとやっぱ顎がずれてますね。昨日のパンツで顎関節症みたいに。今日のご飯まだ考えてないですね。充電もう切れますね。うまい。後でスーパーに行ってのんちゃんにご飯作ってもらいます。唐揚げいいかもね。この後はね、お風呂入って T シャツのデザインの入稿をやろうと思います。5キロは走ったんですけど、ペースが遅くて32分でした。タイムは合ってるよね、32分で。ノンストップで走り切ったのは切ったんですけど、信号と高低差と体力のなさでちょっと2分は重い、長い。2分切れるかな、これいけると思う？どうなんだろう。ちょっと遠いっすね、2分は。配信っていうか T シャツを作る、もうデザインの入稿がないとダメなんで。充電頑張ってくれたね。まだ 1% ずっと表示されてるけど、もうパツって切れるよ、この後。スマホね、 iPhone の SE2 が出たら買おうかなと思って。もう充電もダメだし、なんかちょっとバカになってきてるんで、ちょっと iPhone 欲しいっすね。 SE の新しいやつ、なんか多分ね6月の15日に発売なんで、噂によると。で SE 買おうかなと思ってます。いやー気持ちいい、気持ちいいっすね。頑張りましょう。やれやなんてことない。毎日やればいい。捨て頃終わったらダラダラさせてね。ダメだよ、捨て頃終わったら弾丸塾とシルバーと生活保護完全マニュアル続けないと。ちょっと3日温泉行きてえな、マジで。捨て頃終わったら3日だけ温泉行きて、もう何にも忘れて、ずっと2日でいいかな、2泊3日で旅館でダラダラしてえな。お金持ちの人温泉取って、安い宿でいいから2日間温泉プレゼントして、勝ったら。何にも考えたくない。一回頭の中空っぽにしてやな。なつさんお疲れ。なんか秘密を思い出すな。秘密の主人公が走るんだよな。貧乏で家一軒家も持ってなくて、母子家庭で新聞配達やってたっけな、なんかね走るんだよね、週に2回だけ。
でその子は走るのだけが生きがいで、最終的に殺人鬼になっちゃうんだけどね、走ることだけが幸せの、その人の。ゆっくりとね、頑張ろうね。なんで夏さんも同行すんの？なんで夏さんも同行すんの？何も考えたくねえっつってんだろうがよ。お前がいると気を使うんだよ。余計気使うだろうがよ。なんで俺が接待しないといけないんだよ。余計ストレス溜まんだよ。逆だろ。なんでついてくんだよ。一人で入りてんだよ。余計疲れるだろ、リスナーさんいたら。まあ配信で一緒に行くからね。結局配信回すからみんな一緒だよ。愉快な仲間たちだから。グレープフルーツジュース買うわ。ミニッツメイド飲めるからね、俺ぐらいの上級国民になると。果汁 100% 飲めるんだよね。果汁 100%、 こんな小さい缶のね、缶が小さいってことは量が少ないわけですから、成功者でしょこれ飲めんの。これ飲めなかったからね、飲もう。俺ぐらいサクセスしたらミニッツメイド飲めるから。自販機でしょ、うん、スーパーで買わないから、フレッシュジュースだから、うん、ポチッとな。ちょっと待って、120円って書いてあんのに、なんで120円入ってんだけど、なんで買えないの。なんでえ、売り切れ、なんで他ついてんのにな。なんで120円入ってるよ。いくらこれ。120円じゃねえじゃん、ふざけんなよ。ボケ、騙された。10円多いな。よし、いただきます。 KP 焼き鳥屋混んでるな。よし、ここでジュース飲みながらエンディングトークだね。ケピー、うん、まっ、うめえ、うん、まい、めちゃくちゃうまいよ。あ、すっぱ、うん、まっ。ポカリスエットの CM 狙ってるんで、大正製薬さん見てたらお願いします。ミスターチルドレンの曲バックに、CM お願いします。ギャラはいりません。うめえ。 1% もずっと持つね。なんだろう、なんかね、バグってるんだよね、充電の計算式が。 40% あるのにパッて消えたりとか、 1% がずっと続いたりとか、もうバグってんの、治んないんだよね、もう1年ぐらい。そろそろ切れると思うけど、もうおかしくなってる。スポンサー来ないかな。壊れてるね、 SE 買うよ。ごちそうさまです。まあね、壊れてるやつが使ってるんだから壊れるに決まってるよね、うん、生まれた時から壊れてるから。じゃあ、それじゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ。
シャワー浴びて後で配信します。 T シャツ制作配信です。お疲れ様でした。